こんなもんかな。音ちょっと上げるか。じゃあじゃあ、どうもイニです。ペルソナ4やりたいと思います。喋り方うぜえなマジで。いやーちょやりたかったんだこれ。完全初プレイ。うぜえ。いやー楽しみだな。めっちゃ喋るなこいつ。いえ、あ、オープニング喋んないです。うん。そうだね、オープニング喋んない方がいいよね。これどうしよう、俺も喋んない方がいいかな。俺は喋っていいだろ。あ、超懐かしい。で、アマネコのロゴついてるの超懐かしい。いや、フォーのオープニング超いいよね。おしゃれ系。この時あれだもんね、解像度がね480とかか。かっこいい。ててて、うん、ゴールデンもいいけど俺こっちの方が好きかな。うん、どっちも好きだけどね。やばい、これ見てってやりたくなってくるな。堂島さん超かっこいい。ここの陽介超好き。ここのおしゃれ感やばい。畳みかける感じすごくいい。いいね。トゥンテンテン。というわけで、はい、始めてたけ。幸先悪いね。いまだに噛むからね。うん、3をあのちょっと終わったんで、ちょっとやろうかと。俺この時に戻りたい。この時に戻りたい。俺。やーべー。こぐれから人生やり直して。あ、はい。バトル難易度ですか。エキスパート。エキスパートが半端ない。っていうか面白いね。ノーマルビギナーエキスパートって並び順。ビギナーはさすがになんだよね。俺絶対にねビギナーだけは嫌なんだよね。知ってる。そう。うん。唯一ね屈したのがバイオ3のね。お前はそういうやつだ。あ、バイオ3はな。真ん中がなかったから。バイオ3はまあしょうがない。ヘビーモード超むずいね。バイオまあいや。でもヘビーの方が面白いんだけどね。独自の緊張か。ですな。喋り方がさ、うん、めっちゃ意識してんじゃん。あ、はい、お願いします。いきなりね、エキスパートはね、あれだってこの時多分なんか実況っていうのを意識しすぎてた時期ですね。 RPG 超下手だからね。今はもうだってこんな感じで喋んないもん絶対。あ、あのテイルズとね、ペルソナだけはやるんだよ。言うて俺テイルズシンフォニアしかクリアしてないから。風の旅人もちょっと見てみよっか。秋葉くんと一緒にやったやつ。10年前ですよ。4のエンディング、そうっすね、よくご存知で、すごいな。そんなに俺のこと知ってる人あんまりいないっすよ。2012年12月3日だってこの動画作ったの。今2021年の、何月 ?4 月か。本当にもう10年ぐらい経っちゃうんだな。ようこそベルベットルーム。さすがに PS2 版はもう多分上げないと思うんで。イゴールさんですね。住みましょうか。うん、田中さん。ティ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 。うわぁ、いいよ。変わった定めをお持ちの方が来ましたよ。アニメの方が俺見てたんですよね。うん、いや面白かった。にわかですいません、本当に。T4 のアニメちょっとだけ知ってるだから。うん、どうす。そう、これねアニメ見てたって言ったからさ、物質、あれですよ、物質って聞こえた。真犯人のところで関係ない。アニメ見てたのになんで、あの
しらじらしい演技するんですかみたいなコメントついてて、うん、別に最後まで見たって言ってないんだよな。うっせえな春日と思って、すげえしつこいやついたわ。これはそうないんだよね、ペルソナシリーズっていうの超めんどくさいね。だからアニメの名前でなんか俺が適当につけると完全に中二になるから、これ出るぞ、なる神、神の字違うんだよね。なる神の神の字違うけど、なんか、うん、なるで出ない、名だ、名名アンチ、まあアンチっていうか なんだろう、なんか許せなかったんじゃないですか。なる神優めんどくせえなぐらいにしか思ってなかったけど、あこれだよね、神ね、上なんですよね本当は。 神でね、神じゃないとダメかな。もう間違っても神って言ってるもん。P3 の主人公の名前も間違っちゃった。どうだったっけ、いいのかな。いや、まあいいや、3やった時も主人公の名前、いや、嫌じゃない、嫌じゃない、嫌じゃない、そう、主人公の名前間違ってましたね。この名前なんかね、そう、ミナト、俺かなでにしちゃったんだよね、ミナト。作っていうか、なんかあれの、なんだっけ、名前にしようとしたら、なんか、これか、この字だよね。これでいいかな。ゆう、この U の字、漢字で書けって言われると、結構一瞬戸惑う。あれを見る。説明書を見ます。確かこれでよかったんです。自由だな、すごく自由だぞ。紙あれだね、上だったね。紙っちゃったな。紙っちゃったね。これは紙っちゃってますね。直します。上、上、間違いなく紙っちゃってますね。いいえ、あ、これ直しちゃうんだ。なんかね、なんか俺が適当に考えるよ、やっぱベーシックに。俺これ直しちゃうんだ。すげえ中になるよ。いや、俺ゴールデンの時だっけ。一番星光るとかいう名前になるよ、きっと。一番星光るはちなみにグリーングリーンですね。はい、髪直すんだ。へえ。俺そのまま行っちゃったかと思って。なんかヌルヌルになりましたね。久しぶりっつうのは多分 P4U3 全クリしたの多分3日ぐらい前なんだよ、確か。常に同じにカードを操っておるはずが、間に合う結果はその都度変わる。BB タック、あ、BB タックもペルソナのストーリーあるんだっけ。やろっかな、じゃあ。てか P4U のストーリーからだな、まずは。P4U、なんかストーリー規制のやつ消えちゃったから。U2 はまだあるんだっけ。なるほど。P4U2 ね、マジね、スチームで出してくださいっつう話だよね。マジか。今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。おほ。私の役目は、お客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。なるほど。おっと、ご紹介が遅れました。デフォルト派ですか。俺自分で考えたくないんだよね、こういうの。ザベスさんじゃないのか。アニメいたね。美しい。あれに似てんな、思いっきりかぶるの。なんか こんな感じの。この間フィギュア見たぞ。リサ。リサだっけ？あいつかわいいやろ、うん。言うほど似てないんだけどね。金髪。確か大原さやかさんなんだよね、これね。いや、ザベスも良かったね。ミユキチだった。ペルソナ2もやりたいけど、俺ね、あれなんだよね、DSJ やりたいんだよな。
ESJ やりたい。リセかわ、リセじゃ、まあリセも可愛いけど、リサ可愛いな。リセチ、シルバーマン、シルバー事件。リセには無理。マルキュン。これもうそろそろ俺の実況動画終わるぞ。このさ、ムービー終わった後にさ、ロード画面出んだけどさ、あのそっから先行かねん。もうみんな知ってると思うが、これよく比較動画に出されるよね。これとあのダンシングのナルカミユウとビフォーアフター。ガタンガタン。これアニメ版のあのアナウンスの声、山口勝平なんだよね。すごくうまかったです。だからなんだっていう。これの1年後にねゴールデンやったんだよね。タイミング的にはすごく良かったんだよな。あれ14万3000世ぐらいまで行ったんだよな、パート1とか。よう伸びましたな。今となってはもうあれですけど、懐かしい思い出ですけど。そろそろ出る？おお、そうだな。シリアラ、果たしてこの三角関係どう？ティン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 。はってなるやつ。ここで終わる。これロード入ってあのこれ説明あるかな。ロードできなくなりましたってやつ、どっかで言ってた気がするんだよね。あ、インターレス解除とかしてないね。おーい、こっちだ。はい、というわけで、うるせえな。お久しぶりです、イニです。3日ぶり4日ぶりぐらいに撮ってます。あのワングいったかんね。まず謝罪をアップのペルソナ4実況プレイ、音割れすぎだろ。第2回やっていきたいと思います。あのですね、あの音割れてるぞ。前あの第1回上げてたのを見てくださった方、本当にありがとうございます。あのでなんかあの15分すごい中途半端のところで切れてたのはあの実はもっとやりたかったんだけど、あっこから今のロードのところ、電車がついてってとこでロードが先に行かなくなっちゃってで、できざるを得なかったっていう状態でまた買い直しました。買い直したらちゃんとここまで来るようになったんで、まあ、このままやっていきたいと思います。でしかもダメ元でゲーム屋にその15分しかできないゲームを売りに行ったところ2000円で買い取ってくれましたというわけで、まあ新しく買ったのもね2182円かな、うん、そんぐらいだったから、まあプラマイゼロっていうか、まあ大体、うん、同じぐらいだったんでまあいいや、とりあえずあとでやりましょう。はい、そんな感じですね。 OK。お、さっきのあれだな。おう、写真より男前だな。あんたの方が男前だよ。雲翔さん、雲翔さんいいな。音超割れるね。これマイクがね、口がちっちゃくて。かっけえな。お前のお袋さんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。かっけえな。間にめっちゃ喋るね。ゴールデンのやつ見てみる。あれか、前作って。あれ、こっちの待って、一回よいしょっと、よいしょっと、
これはね、完全にね、圭介のせいなんだよな。やつのせいで捕まされたかんな。変なキャプチャーボード。腕に自信が上級者向け、悟りを目指すあ、マジですか。あーハードの上か。これちょっと名前決めるとこだけ見たいな。ルーブへ。いや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 、だいぶ超綺麗になってる。スリーの時からどうも超綺麗になってる。ここは夢と現実、精神超綺麗になってるし、 HD もっと綺麗になってたからな。ほんでですね、まあソフトがまあ5000円で、いやー全然落ちないですね、さすが人気シリーズ。この時そんぐらいか、全然落ちなかったかな。神、これは神で出るのか、さすがに出るだろう、うん、これでやるんだ。言うでですね、あの分配機っていうのが約1万ぐらいしまして、でまあ3万かかってしまったわけですけど、そっか3万とか、これどうしてもこれやりたかったんで、さすがになんか自画撮りに甘えたくなかったんで。自画撮り汚いから、ね、まあ、これでよかったはず。あれ神っていいんだよねこれ。まあいいや、間違ってたら間違ってたね。うん、OK、 あれにすればよかったかな、あの今アーケードで出てる、うん、なるほど、なんだったっけ、そう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 、ウルトラスープレックスが出てるもんで、ちょっとやりたいんですけどね。ではあなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。うん、あどうしよっかな、いろいろ、まあでももしかしたら俺のペルソナ4を知らないでこのゴールデンから入ってくださってる方もいるかもしれないんで、あんまりネタバレはしないようにします。HG のやつ見てみます。ありますか、じゃあ。うわー、眩しいな、マッキッキだ。眩しい。ちょっとやったんですけど、これノーマルぬるぬるハードでやったんだ。くそぬるぬる、ハードでやったんだな。あの、あれ。60fps すごいね。やっぱ最初からやってみようかなって、まあ、ちょっとしかやってなかったし、えでですね、里中にねモッド入れたんですよ。うわすげえ、すごい 60fps。 おーいこっちだ。随分変わりますかね 60fps って。これ5さ出たらすごいだろうね。写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる道島良太郎だ。お前のお袋さんの弟だ。それまでは里中出せ、里中発表しています。いいかね、もろか、もろかじゃん。ここは貴様が今までいた、あ、カマキリ。全校生徒にお知らせします。噂話が聞こえる。かわいそう、転校生でっから。もろ組8ぐらいだった気がする。と話を聞きたいのよ。スラムダンクもそうか、マサルさんとかね。昔のジャンプの漫画超いっぱい本だな。なんで俺ジャンプの話してんの。モブ可愛いっすね、やっぱ。あれ可愛い。よかったら一緒に帰んない。ああ、私里中千恵。可愛すぎる。隣の席なのは知ってるでしょ。これが一番可愛い。知らないってやばいよねこれ。あんだけ話してたのに。何らかのファーストコンタクト。ここはファーストコンタクト里中。これ陽介君続きやりてえな。終了しないといいんですけどね。子孫終了のお知らせだな完全に。あ、そう、陽介をね、陽介ちゃんにする。あ、入れたね、そういえば。もっとあるらしいんですよ。ちょっとあれ入れてみよっかな、陽介ちゃん。俺、いや、陽介ちゃん個人的にはありだからな、いい全然。ついてんか、かもしれない。俺嫌いすぎて好きになっちゃったもん。あ、そうだね、嫌いすぎて好きになったの。男子女子かもしれなすぎるな。
都会から転校。かわいい。前の花村みたいじゃん。天使かい。ででーん。これですこれ。かわいくないこれ。これ世界で一番かわいいでしょ。やばいでしょこれ。これもっと当てました。うん。あの、分かる人だけ分かってください。モッドが楽しいからね。まあ、完全に。これユキコなかった。完全にネタバレもいいところなんだけど。頼むからほっといてあげて。花村のやつどうしたの？くっそかわいい。やばい。予想以上にかわいい。いやーいいっすねやっぱ里中。これからどっか。出た六岡。こいつさ六岡じゃん。難易度選択これなんかねミックスできるんだ。 UI もいいねやっぱ滑らかだね。うん、そうそうそう、これ変えられるんですよね。だあれじゃあこれかスクランブル。スクランブルなんかもっとないのかな。の手の返しがいいですよ、ね、返しがねよかったよかった。スナップが効いてるんだよ。これか二重になってるな。これちょっと待って、重なっちゃってんだよな。のちゃんと聞いててよ。変な靴とか誰か言ってた。正体不明って。陽介ちゃんのモッドを入れときます。ドラマの見過ぎだってとないじゃんよ。すけな。なあうるさい。うるさい一番。ちょっと待って、もう死ぬ前にだけど。おい、これか。これはなんか敵をすっとことしないときがあるんだよな。たまにパクってな。おやん。おかしいやつ来た。ちゃんと反映されてます。自分でやっててなんだけど、これ面白すぎるだろ。ちょっと昨日テスト。あの話ってマジなの？テストしたんですけど。わかんないけど、なんか見たって人割といるみたいだよ。こう手前のメガネいいっすよね。これはひどい。ミサミサヘアの。ゆきこは。午後から来るって言ってたのに。あと千恵ちゃんの髪を伸ばしました。かわいい。これマジかわいい。世界で一番かわいい。なんだろう急に全校集会なんて。ってあれ花村どうしたの。本当どうしたんだよ。ん、いや別に。本当にどうした。本当にどうしたんだお前。かわいい。全校集会だぞお前。千恵ちゃんかわいいっすよね。いやあれを見てあこれちょっとやってみたいと思って、ネタバレもクソも始めたっていう。そうなんだよね。テストプレイで一回やったんですけど、ね。モッド当てるの結構難しいんだけどね。うん、ゴールデンは。皆さん静かに。多分ちょっと知ってないと。ちょっと知ってないと。祖父江こんな声なんだね。校長先生。小西先生。先生小西先生。モッド入れんの楽しくてやばいですね。小西先輩と一緒。結構やってたねいろいろ。うん。今日は皆さんに悲しいお知らせ。あなただよな。じゃない。出してくれた。それ先輩は。になったクマね。まあしゃあない。今宵とかマーガレット。を伸ばして。とにかくかけてみる。遊びじゃねっつの。噛まれるとこ。やっぱ天城屋の。なんてのがついキャラクター全部足立さんにするモッドもあったの。恐れず掴み取るのです。ちょっと足立愛がすごくてやばかったな。あれは入れられたならぜひともこちらへお持ちください。あれペルソナがないな。もう一回ぐらい俺やってたでしょ。ペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。うん、あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておく。どれだこれ。ノーシグナルもう違うな。無限流っていうのがあれだったっすね。ジャスティス学園。あれゴールデン俺もう一回ぐらいやってるはずなんだけどな。ジャスティス学園神ゲーじゃないか。サムネだとちょっとわからないな。グラスホッパーだなこれは。結構後の方、11月になっちゃったけど。そんなに飛ぶ？
ペルソナのモッド、まあ、いじってたけどな、この時期は。うん。いや、ちょっと流しとこう。の力はそれによって育っていく。よくよく。これあれだな、爪のページ見ないとわからないな。魔術師、P4G、P4G、HD、あった。これ3回目か。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。10月27日になってる。お客様がお持ちのペルソナを登録されることで、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。27日、ご利用の際は。あ、これか。うい、これで BGM 変えたんですよね。音大丈夫かな。そう、アレンジサントラにしたんで。いや、いろいろできて超楽しい。マジモッド。こんにちは、どうも。ですね、この間がね、ちょっとね、不甲斐なかったんで、ちょっとやり直しをする感じですね。あのトワイライトシンドローム届いたんで、後でやります。ちょうど探索編でいいんだよね。ここね、ジュネスの BGM 確かね、ちょっと目立つな。ジュネスね、終わるから人も少なくなるはずだ。これはね、ボイスアリにした気がするんだよな。そろそろ行くか。そうそうそう、届きました。やっぱりお前行くからね。かわいい。絶対無理すんなよ。トゥトゥルトゥルトゥ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 。結構高かったけどな。まあ、1700円ぐらいだったかな。全部で6000円ぐらい。何かの原因でこの一人で行くなって。ちょっと隠しボス倒してないし。帰ってくいるじゃん。早いな。あ、そうそうそう、 BGM 変えたんだよな。あのなんかこのテレビのね、ノイズを消すね、あれもあるみたいなんですよね。俺これもう一回やってんだけどな、動画上げてないっぽいな。あ、いや、動画はあれ撮ってないんだっけ。ってわけにもいかんのか。なんかできた気したんですけどね。いるな。しょうがねえな。敵一体倒すくば。スラ行くか。スライ早いな。頑張れ。トゥ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 。一番最初の武器ってどうなんだろう。これあれ動画撮ってないのか。 BGM 変えたやつ。そう、 BGM とね、あれアイコン変えたんだよ。あれ撮ってないのか。大事だよな。久しぶりにやりたいけどね。4、同じぐらいか。リアットか。なんかなんなかったっけね。なんかのたのた帰ってったような気したんだけど。うん、もっと簡単だった。マセキって 30% だよね。記憶があるんだけどね。そうでもないんだよね。うん。これ 10% とかだっけ。20か。固定か。ソルドロが、これとりあえず自販機で買っとかねえといけねえな、やっぱな。月曜補充だよね、確か。めちゃくちゃなまってんな、こいつ。ありがて。これパート4俺上げてないのか。あ、パート4あるな。パート4いつ ?11 月16日になってる。あ、そう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 。これで、あれなんだよ。ずっと入れられてなかったやつに。あ、これ、あれじゃん。普通のゴールデンの方入っちゃってんじゃん。これ HD に入れないといけなかったのに。はいはいはい。だから入ってなかったのか。普通のゴールデンの方に入れちゃダメで。
これあとマリーいじったぐらいかな。私なんて知恵に比べたら。おお危ない。こいつねえよ。しよっかな。マリアンいじった気がする。だから、あれ？そんなの分かった。泣きわめけ。これそうだ、アレンジにしちゃったから終わるんだよな一回。BGM アレンジにしちゃったから終わるんだよねこれ。スケが？まあ40、まあいいや調べるか。普通よりね、しんみり、しんみりしますねやっぱ。B だ。マリーが。あの全。わかんない。からそのやり直しを。この回はあれか。あ、映ってる映ってる。あ、ちょっと待って。あ、これてか、なぞなぞ先輩いけんだっけ？マジに繰り出すぞ。これもう一個ね、ちょっとね、見せたい元があって。あ、そうだ、夜。てってん。夜ね、あれにしたんだよね、BGM。キャサリンの。お前は、もろうか。これにしたんす。というわけで、これいいよな。稲葉の夜がおしゃれになりました。この曲すごい好き。どうしようかなって考えてるんですよね。とりあえず試しにキャサリンのね、あのバーの曲したんですけど、いいね、この曲。あーでもな、これはこれでよくない？白く焦点の方がいいのかも。白く焦点夜の姿をねこれにしようかな。そう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 。あとあれかな、 P5 のね、あのルブランの BGM。 あ、そうそうそう、あれでもいいんだよね。いろいろ試してみようかなって感じですね。曲選べんのがいいよね、もっと入れると。 BGM いじめれるから、うん、いじめれる。あ、いけるんだ今。いじめれるっつった。質問これ変えるか。フォーをやりたくなるところになんかあの米印を作って。これ陽介くん貫通しちゃうんだよね、座りモーションないから。ゲームオーバーにはなったことないけど。これ机貫通すんだよね。こうなった。そう、ここも変えたんですね。ジャスティス学園のやつは全部変えました。あれにしたらやっぱイメージ変わりますね。オリジナルの方が好きなんだよね。まあでもいいかな。あ、ループ設定どうしよっかな。そう、ループの設定いじんないといけないんだよ。テンション上がりますね、アレンジ。はははトゥトゥトゥ。近藤先生これね、ジャスティス学園のなんかねバレー部の先生になんか似てる。グーだってよく言う人ね。貫通してる。貫通してる。花村くん貫通してる。そっか、座りモーションがないから貫通しちゃうんですよね。アルファベット、ベッド、アルファとベッド、ベッドじゃないですか。しかもね、あの選択肢カンニングできるモッドあるんですよ。そうそうそう、あの答えのところになんかあれ入れようかな。文字化け、文字化けしなかった。反映できるかどうかわかんないけど、なんかね反映されないやつもあるんだよな、うまい具合に。最近モッド入れてないから、まあ、入れ方忘れちゃったかもしれない。わかりやすいからさ、それはわざわざ。うん、アルファベータガンマ。明日も仕事早いからそろそろだな。貫通してるの面白いな。なんかの罰ゲームみたいな。あの声でいけ。オライター、左の子がね。これはでもね、よう作ってくれたよねこれ。うん、まだメガテン5発売してないの。あ、しまった。ペルソナあれ取ってないやつあるかな。なんだったらあれだな、ちょっとオフでやり直すか。何匹か拾わないとダメだったか。去年の11月だから俺も半年ぐらいやってないんだな。うん、雪工場はさすがに2回だよな。5ヶ月か。多分1回じゃ無理だよな。1回じゃ無理でしょう、まあ、ペルソナ5もね1回でやろうとすっと鴨志田パレス結構きついかんね。てか最初がきついんだよな。そう、最初だけハード以上でやると。ハードでやったら鴨志田のとこだけきつい。こうなるんですよね。これすごい愛を感じる。すごいよね、まだ出てないゲームなのにね。
このメガテン5の、ね、よう作ってある主人公のになるモッド、マリーが。あれ男の子なんだけどね。男の子だと思うんですけどね。でも、うん。でも可愛いっていうか、もうどうしよう、これランク10とかさ、マリーのやつ見たらさ、メガテン5やるとき俺あの子のこと普通の目で見れなくなっちゃうかもしれない。普通のそう、ちゃんと反映されててよかったわ。公式は全くちゃんと全く関係ないですね。公式は作んないですね、多分。髪型がね、そうなんだよね、かなり。PC 版じゃないとできないですね、こういうのは。整ってできないっていうか、うん、できるはできるけど。はい、というわけで。PS4 とかでやろうとすると、改造しないとダメですね。おもろいマットじゃねえ、モッド、まあね、ちょっと入れてきたいんですけどね。その最初言ってますけど、あの公式は作んないですね。P4Uのね、あの格ゲーのね、あのポートレートを反映させる。そうそうそう、あれ見っけたんだよね、格ゲーのポートレートのモッドを反映させるやり方知ってる人マジで教えてください。 2,3 日ぐらいずっとやってても全然わかんなかった。マジでわかんなかった。じゃあ終わります。結局1ヶ月ぐらいかかった、反映させられる。おもろいね、やっぱペルソナね。映すとこが違かったっつうか、フィジカル食らったのはさすがにしょうがないよ。あれはしょうがない。よし、じゃあ行こう。ジャスティス学園になっちゃった。いやー、あそうだ、11月16日か。16日でしょ、一応ね。あ、これか。テレビノイズ、これテレビノイズ消すと文字化けになるんだよね。どうすればいいんだろう、直で入っちゃっていいのかな。あれはそうか、ダンシングのポトレ入れたんだよね。そう、里中さんのおっぱいなんかでかいんだよな。18日、あ、よかった、ポトレね、反映できたんだよね。ダンシング仕様、結構いろいろいじってるな。あるよね、結構。なあ、ちえちゃん脱いだらすごい。俺はそのセットを打っていく。このね、P4U のね、ポトレ入れたかったんで、うん。ノイズ消すやつは結局文字化けしちゃダメだったな。あれはダメだったね。入れられるけど、これね、ロータスジュース、ね、ちょっとね、やり方を考えないと。やり方っていうか、まあ、入れるとこが ね、 あれ ですね、できるやつはできるんだけど、ちょっとだけやりましょうか。カモシダ城違和感ないね。若干ね、固まるとか一瞬カクってなるときはあったかもしんない。うん、BGM、 戦闘 BGM をメガテン4にしたの、ファイナルにしたんだよな、確か。あのファイナルのね、戦闘の BGM 好きすぎて、ノイズ消すとね、めっちゃクリアに見えるんですよね、この画面。そうだね、クリアに見えんだけど、すごかったんですけど、あれダメみたいな、ね、文字分けしちゃうんだよね。そのまんま使っちゃうと、うん、やばいことになる。技名とか表示されなくなる。無を取得したみたいな、アイテム拾った時とか。あれ宝箱じゃねえ、スタチャーン、キュイーン。あ、大丈夫そうっすね。昨日やった時はね、うん、この字とかも全然バグりまくりでやばかった。ただこのテレビノイズ消すとめちゃくちゃ綺麗に見える。あれは本当にすごい。そんな気になんねえけどな、画質いいし。 PC 版は嘘、おい、未卑怯だろ。てめえ、お前里中さんによくもこれっていうか、あれだよね、バックアタックしちゃうとこの BGM かかんないから、基本的にね、旧作の BGM になっちゃう。このさ、P4U のさ、
ポトレすごいかっこいいからマジで使いたかったんだよ。隣に合わせるっていうのもなくて隠しきれになってんだろ。アレンジだとやっぱ長いね。ここオッケー任せたよ。いろいろやっぱ入れていきたいですね。モッドはジャックロスと P5 仕様にするとかあるかな。この場合クリティカル出ないとダメなんだっけ。いいぞ先生ゴーゴーゴー串刺し。まあやってみて足トントンやんの超好き。あわわわ敵3体増援クマうぜぇ使い鍵か多分BGM もっといろいろいじりたいね。入れんのね。これ砂バックアタック決めると、うん、勝て。つおちゃんとかかってるな。サタノカのためのドレス、うん、しばしたなお前。あーいいっすね。レイブン超いいこの曲。一応まあジオだった気してんだよ。ちゃんとあれだね、喋るとき BGM 抑えられんのもいいね。すごいね先生ガガー。いやこれちょっと待って、思った以上に勝て思った以上にこいつ勝て。ハード違いますねやっぱ。ナイスアタック。多分いっぱい死ぬな。敵がダウン。お？もしかして今がチャンス。この人分かった。あー怒るよな。超かっこいい。陽介ちゃん陽介敵一体撃破。くしどし当たらんのかい。すらマジ知ってる。いいぞ先生ゴーゴーゴー。ラッシュ落ちるかこれで。あ、よかったよかった。怖えな。でもあっ HD ちょっと怖いな。 HD いいね。あっ経験値ゲン。あったね。まあ、くる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 。おいふざけんなこいつ。マリアン、あれマリアンと過ごすもうあんのか。過ごせいいって言われた。浄化してあげるわ。増加する。一番最初の部活動は確か公開されていない。メガテン5の主人公。メガテン5の主人公も普通の目で見れなくて。あれはあるらしい。すごいね、みんなよく考えるね。初見の時が一番楽しい。アフロ先生、アフロ先輩か。こいつかっこいいな、モブなのに。あった近い。やっぱこいつかわいいよな。こいつ好きなんだよ。全国チェーン。あれほんで夜は勉強が。ジュネス行くんじゃなかったっけ。そう BGM つけるんだよ。ちょっとちょっと髪切ったみたいです。反映されてないな。解除しちゃったのかな。部活か。ありがとうございます。マジかよ。すげえ首大丈夫その角度。ここからさこう話しかけてさ首がグリンとなっちまうからよ。角度ねえよ角度がさ。里中さん髪短い。知恵のあれだ。ヘアモッド入れんの忘れてた。忘れてたね。しまった。むしろこっちがなんか懐かしく切ったみたいです。すまねえ。リアフェクション。喋るときそっか BGM 小さくなる。唇がなんかツヤっぽくていいですね。いいゲジュネス、そうジュネス BGM 変えたんで。お出かけゆっくり歩いてんだよなこの子。すげえゆっくりだね。確かにお兄ちゃんだ。いいんだよね確か。すごい。よねいろいろ久しぶり。チャリンコ早いんだよ。連れてってほしいの。可愛いが。花はもう喋れないんや。花はもう喋れんのや。もうでもあれ5でイゴールさん出してくれた時はちょっと感動したかんな。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥクハハハハ。ちょっと破壊力ありすぎるなこれ。妹だ
僕は好きですよ。それはちょっと確かあ、そうそうそう、部屋も里中部屋にしたの進まなかったけど、あ、これどうしようかな、一応これ取っとくか。いや、あのね、もっと確認するときにね、あの入り口にいるとね、あ、そうだね、すごい役に立つ、ちゃんと反映されてるなって。それでちょっと残しとく。早っ、今1秒なかったべ、セーブするまで超早いよね。板部屋にします。すごい部屋。カレンダーはあれだな、カレンダー DVD のジャケットのやつだね。そう、カレンダーも里中さんになって絨毯が里中、 PS4 のこれ P4D のチェーちゃんだよね多分。そう、雑誌も里中さんでしょ。絨毯も里中、すごいねこれ作った人の愛を感じます。ナオトもあんだよねこれ。これが P4PQ か、邪悪やな。ててる、あ、これになってもだな、愛を変えようと思う。こっちにしたんだ BGM。 BGM 変えました。そういえばこれにしました。あ、いいっすね。切ない感じですね。そう、白くしょ、原作のやつはなんかもうちょっと明るいもんな。あれにしよっかなって、あのなんだっけあれ、キャサリンのドアの BGM にしよっかな。変えたっけな、まだ変えてないかもしんね。見てみっか。トゥルルルルルルルン、ボーカル付きにしたかもしんね。デデ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 結構合う、結構合うな。この曲すごい好きだからな。おじえ、危ないぞこんな時間に、気がしたような。果実ベルベットルームにてお会いしました。めっちゃ痛い、痛い部屋ですな。歩調を大切に、ね、入れてなかった。 あ、ハービーじゃん。俺、ね、この曲好きなんだよな。これのアレンジ超好き。神曲、神曲。これのアレンジ好きだ。これ原作も好きだけど。運動部に入れるらしい。モロキン TV。 あ、すごくいい、すごくいい。ハービーのね、あのハービーいいっすね。アレンジ超好きなんですよね俺。うん、じゃあ行こうか。あ、これってあれだっけ、雨の日なんか天気であれなんだっけ BGM。 そんなことないか。いや、モロキンは超、靴までリアル。これ俺、あれ俺ジュネス、1日しか進む、あれジュネスどっかで行くはずなんだけど、カクってのちゃんと過ごす上がるやつなさくていいんだよな。なんでついてきてだっけ。おい、ジュネス行くよな、どっかで。あ、かわいい、ね、気がする。フェスもさ、実習と、ちょっと例えばなんか申し訳のわす、いいであ、そう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 、ここか。んこれを Everyday Young Life。 ボーカルありにしましたちゃんと、しかもあのあれだよね、ラジオつうかスピーカーっぽい音になってんだよね。新鮮野菜、あ、なんか売ってくれるんだっけ。ボーカルありですわ。なんだっけ、なんかメロンだかなんかがあれだっけ、宝玉だか、あれはすごかった、なんかいろいろあるんだよな。あ、よくご存知で。やっぱ田舎ネットワークは早いですね。いろいろいじってます。待ってます、ね。ここどうしようかなと思ったけど、結局、あの、ダンシングのやつ、ボーカル入れちった。これちょっと聞いてみる？これ。久々に聞くか。
感想のとこ好きなんですよね。うん。こんなもんかな。いやーおもろいねやっぱ。久しぶりにやりたいっすね。積みゲー消化したらかな、いつになるかわかんないけど。